んな持ってもらおうか。最後バルサミコ。ペルー代表ロモサルタード完成しました。しゃ。いい感じ。やめた。入れます。いよいよ日本代表侍ジャパン FSK ベース登場です。これは驚きましたね。静岡の名物僕飯で勝負ですか。ここで浜名湖さんうなぎの登場。それも乗ってますよ。これ焼くのね、ちょっとね。そう、すごい。わーっと、これはすごい。うなぎを炭火で焼いていく。そんなストーリーまで入れてくれるんですか。日本ではおるんじゃないですか。素晴らしい色の焦げ目ですね。これはたまりません。安いんや、国産。まさに日本を背負っている、そんな力強い料理です。ご飯よそっていく。これも乗せんなかな。これも子供たちにもらう。どうしましょうか。ご飯どうぞ。うわ、えぐいわ。なんだこれは、うまそうじゃないか。皆様お気づきでしょうか。よく考えてみたら、この料理を作っているのは管理人系ではなく、ほとんど嫁が作っています。ほんまに勝手に来てますよ。これサヤエンド。うん、サヤエンド。はい。盛り付け。はい。はい。さ、これやばいですよ。これやばいな。これやばい。これはやばい。魚です。魚ですわ、これ。白浜やな。白浜。そうね、下浜の牛の日やな。いや共同のやっぱり作品やと思うんで、あれは WBC いよいよ優勝の発表です。 WBC、はい、優勝は、はい、関西メンズで。あれちゃいました。あれちゃうでしょ。そのシーンも撮っとき流れ的にどっちかじゃない。奥様じゃあ嫁で。優勝は嫁管理人系です。優勝おめでとうございます。なんか一言。
ように返信してください。はい、ありがとうございます。